クリバリバがえぐい誰が誰のマーク作って分かんなくなった時に右側からクリバリになってサイドに開きすぎるとか上がりすぎるとかなくなった感じがするけどね基本的なポジショニングは入りたてでもクリバリの方が全然いいと思いますねちょっとあのククリバリがこんな近くにいない方がククレジャリの方に展開できるんですよねちょっとクリバリが少しいいあでもここにあれいたんだマウントマウントじゃない派閥かあこれだったらいいですね僕 クレジャーが低いいい位置を降りななきゃいけないと思ってたらウィングバックが降りて、デコイの役割になって、結果、じゃあ、そのウィングバック、普通、張ってるウィングバックが降りてきて、普通、これだと、もう前、ボール進めないですけど、シャドウが開くから、全然これだったら大丈夫ですね。ジェルシーの方がやっぱり、この迂回経路の構造が整理されてる、ちゃんと U になるように、よくないチームは、こう、なんか台形みたいになっちゃうんですよね。 あ、でもこれ、クリバリの立ち位置ちょっと開くようになったから、もしかしたら今のそれだったかもね。クリバリとククレジャーの間が開いてるから、この経路作れってあれ、線引いて説明したもなそれでククレジャーが下がって、その分、パパーツが広がってとかやってたからね。トゥヘル修正早っク <laughs> クレジャーサイドの低い位置っていうか、相手がファイブバックで前に出てくる守備しやすいから、フォーバックのサイドバックよりも近づけない感じですね。でもそれでも相手の中盤より高い位置には立ててるから、まあ、クリバリの立ち位置によるんだけど。 今、クリバリが中入ってると、クリジャーが低い位置に行って、多分、あのー、マウントとか、ハバスとかが張ろうとするんですよね。お手のシークリバリとか、あれ難しいよね。でも、スパーズもさ、こう、縦に並んでマークつかせないようにして、ニヤにバーって入ってきて、誰が誰のマークつくって分かんなくなったときに、そこにボール入ってきて、もう競り合うには時間遅いみたいな。だから、あそこしっかりついていけばよかったのかもしれないけど、ボールの質も結構よかったんじゃないあれ。あのチェルシーの、いいところを言ってください。ああれじゃないですかね。あのー、 クリバリがエグい。クリバリ、クリ新加入がちゃんと結果出してるじゃないですか。で、チアゴ・シューバーも健在で、後からスピークエッ出て,てくるのがあるし、リース・ジェームスも、だってインサイドバックやりながら、前で出てって得点もできるわけじゃないですか、ウィングバックになって。で、クロスの精度もいいし、時々ちょっとね、なんかこう、まだ若手選手なんだなっていうふうに思うような場面あるけどね。で、マウントとかハバーツは気が利くし、まあ、スターリングもペップに教えられてたことをね、忘れず、ちゃんとトゥエルの元でもやれてるみたいなとかあるからね。